皆様こんばんは、中竹優です。笑いと恐怖は正反対のもの。しかし時には同時に起きてしまうことがあるようです。そんな怖面白い話、まずはこんな話からスタートしましょう。杉峰さんが墓参りに行った時のこと。旦那さんの方はかなりの霊感があり、生きている人と幽霊の区別がつかないくらいはっきりと見えるそうだ。ねえ、あなたは幽霊がはっきり見えるんでしょう。こういうお方と幽霊とかいっぱいいるんじゃないの？ああ、たくさん見えるよ。え、どんな感じでいるの？そうだな、家族に墓参りに来てもらって嬉しそうにしている人と、誰も来なくてしょんぼりしている人がいる。墓参りが来た幽霊は来なかった幽霊にちょっとマウント取ってるっぽい。へえ、幽霊でもまだマウント取ったりするのね。そりゃ変わらないよ、元は生きてた人間なんだから。ん？なんだ？どうしたの？このお墓、張り紙が貼ってある。え？私には見えないけど。それでなんて書いてあるの？寝とる、起こすな、だって。ああ、まだ朝早いからね。なんか騒がせちゃって申し訳ないね。それにしても幽霊も寝るのね。肉体がないから疲れないだろうに。うん、生きてる時の習慣で寝ちゃうみたい。旦那さんの話では、お墓参りをするとご先祖様はかなり喜んでくれるそうだ。この動画を見ている皆様も、ぜひお墓参りに行ってあげてください。ご先祖様、かなり喜ぶと思いますよ。木田さんが一人暮らしをしていた時のこと。ある時、体調が悪いことがしばらく続いたそうだ。ここ数ヶ月、なんか体調が悪いな。風邪って感じでもないし、そもそも何ヶ月も風邪をひきっぱなしってことないしな。まさか癌とか重い病気じゃないだろうな。精密検査の結果ですが、特に悪いところはないようですね。多分体が疲れているんでしょう。よく休んでくださいね。病院の検査では何も悪い箇所は見つからなかった。とりあえず重い病気じゃないのは分かってよかったけど、だとしたらなんでこんなに体調が悪いんだろう。そんなわけで俺、最近体調悪くてさ、病院に行っても特に病気じゃないって言うし、どうしたらいいのかわからないんだよ。お前、それ霊障じゃないの？霊障？ああ、幽霊が取り付いたりすると原因不明の体調不良になるらしいぞ。幽霊に取りつかれるとか心当たりみたいのないの？ああ、そういえば心霊スポットに肝試しに行ったことがあったな。よく考えたら体調が悪くなったのそれからだ。やっぱりそうだよ。その時幽霊を連れて帰ってきちゃったんだ。お坊さんとかに相談した方がいいぞ。うん、分かった、相談しに行ってみるよ。というわけで、その心霊スポットに行ってから体調が優れないんです。うん、なるほどな。見たところ、確かにあなたの部屋に何体か幽霊を感じるな。体調が悪いのもそれが原因だ。私が除霊をしてあげよう。はい、お願いします。その数日後、部屋にそのお坊さんがやってきた。うん、なるほど。この部屋にはかなりの数の霊がいます。これじゃあ体調が悪くなるのも無理はないですな。え、そうなんですか。お願いします。払ってください。はあ、除霊か。どんなことをするんだろう。そういえば、前にテレビで見た心霊特集では、お坊さんがごまを焚いて、必死でお経をあげてたっけ。でも、まさか、この部屋でごまなんか焚いたりしないよな。あんなことをされたら、部屋が火事になりそうだし。あ、キリスト教だと、悪魔払いの時に聖水をかけまくるんだ。部屋が燃えるのも嫌だけど、水浸しも困るな。そうだ、除霊中、取り憑かれた人は、苦しんでもだえたり、暴れたりするんだった。俺、暴れて、窓ガラスとか割れないといいけど、もし俺が暴れても、押さえつける奴がいないぞ。あいつ呼んでおけばよかった。では、除霊を始めます。はい。ほら、ここは今、この人が住んでるんだから。迷惑かけるんじゃないよ、まったく。はい、みんな解散して。はい、解散。終わりました。え、終わり？しかし、それ以降、木田さんは急に体調が良くなった。あんなので5万も取られた。でもあの除霊、確かに効果あったんだよな。でも、あんなんじゃな。あのお坊さんの除霊は確かに効果があった。しかし、木田さんは何か納得がいかなかったそうだ。入本さんが七ヶ谷さんと夜道を歩いていた時のこと。あ、何あれ？ん？前方から女が歩いてくる。その女は足が4本、右手は3本生えており、明らかに人間ではなかった。なんだあれ、化け物だ。こっちにやってくるぞ。どうしよう、逃げようか。でも、ここを通らないと帰れないよ。その化け物は、入本さんたちの前で立ち止まった。どうしよう。下手したら殺されるかもしれない。とりあえずおとなしくして、こいつがいなくなるのを待とう。せーの、最初はグー、じゃんけんぽん。え？すると、その化け物は3本の手の1本でチョキを出した。かなりの後出し。あ、負けた。お前、じゃんけん強いな。やるじゃんか。すると、その化け物は入本さんたちの横を通り、どこかに消えていった。はあ、はあ、はあ、ここまで逃げてくれば大丈夫だろう。お前、さっきのじゃんけん何だったの？いや、なんかこう、突拍子もないことをした方がいいような気がしてさ。はあ？お前の理屈はよくわかんねえ。まあ、おかげで助かったけど。結果的に、あの場から逃げることができ、入本さんは土川さんに感謝しているという。今回は、こわ面白い話をお送りしました。幽霊というと、恐ろしい存在と思ってしまいますが、こわ面白い話に出てくる幽霊は、どこかユーモラスで人間味のある存在に見えますね。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。チャンネル登録とグッドボタン、よろしくお願いします。さらに、メンバーシップに入ると、特典満載でかなりお得です。